さあその後半最初のキックオフをまもなくクラブベアーズ側が行おうとしております。クラブベアーズキックオフキッカーを務めます選手31番、さあキックオフ。さあジャックルしていますがエールズリターン入りました。しかしこれはコンビネーションが崩れた結果エールズ陣20ヤード付近でボールデッドとなっています。クラブベアーズ失礼しました、リードエフォートエールズ自陣16ヤードの地点から後半最初の攻撃に入ります。さあスタンドの方ではそのエールズに文字通り声援を送るエールを放っている子供お子さんのファンもいらっしゃいます。この声に応えられるでしょうかエールズ。さあまずは中央へのランプレーを展開しようとします。しかしこれはベアーズのディフェンスも集まりよくほとんどゲインありません。キャリアは24番の選手でした。24番の小林が務めました。粘りましたが獲得した距離は1ヤードに終わっています。開始地点を誤っておりましたが最初の開始地点は自陣19ヤードでした。したがってエールズ自陣20ヤードからセカンドダウン9。ナイスダウン、ファースト。今度は1点、クォーターバック4番、ハンドオフオプションから自らキープ。右にブーツ X の形でサイドライン際を駆け上がり、大きく前進し、ファーストダウンに至ったようですが、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。見事なラン決まりましたかと思いましたが、ここでイエローフラッグが出ております。この判定を待ちましょう。先ほどの反則は無効でした。反則そのものはなかったという判定に変わります。したがって先ほどのランプレーは成立しております。エールズ見事なランプレーでファーストダウン獲得です。見事なラン決めましたがリードエフォートエールズクォーターバックに入りました4番信弘、京都工芸繊維大学出身のプレーヤーでした。さあ大きく陣地返しましたエールズ自陣47ヤードの地点からファーストダウン10。さあ今度はランニングアップに持たせて中央へのランプレー。さあ見事粘り続けます。セカンドサードエフォート、粘りに粘って約9ヤードのゲインとしています。オフェンスライン含めて見事な攻撃でした。託されましたランニングバック、キャリアは22番の山下、摂南大学出身。さあセカンドダウン残り1ヤードの状況になります。エルツ、再びナイスダウン、ファーストダウン。同じく託されましたランニングバック22番、今度は右オフタックルゾーンを駆け上がりまして大きく前進、ファーストダウン、攻撃権更新としました。
託されましたランニングバック22番は山下、摂南大学出身のチーム代表の選手です。さあエールズ相手陣27ヤードの位置に前進しています。この位置からエールズファーストダウン10、さあ今度クォーターバックだ。ハンドオフェイから左へのブーツェックのランプレー、隠し持つように左オープンを駆け上がり、相手ディフェンスの裏を書こうとしましたが、これはベアーズのアジャストもよくゲインを約2ヤードにとどめています。キャリアクォーターバック4番の信弘でした。エールズ相手陣25ヤードの地点となりました。エールズセカンダン8、おっとここでボールをファンブル。幸いクォーターバック4番自ら抑えていますが、結果的に約5ヤードのロスと なりました。押されているベアーズディフェンスですが、しかしディフェンスライン圧力あるのか。エールズここでスナップミスを犯しました。この幕開に先ほどメッセンジャーの方で私の方にエールがいただけました、チーム代表でもありますベアーズのキャプテンである西川様のメッセージです。本日はこの試合には参加できていないようですが、しかしチームともども遠方地から応援しているというメッセージでした。非常にチームにとって心強いものでしょう。さあそしてそれがあるのか、またしてもスナップミスがあった。クォーターバック4番回避をしようとして、さあ投げたがどうだ。このパスは不成功です。あわや大きな交代になるかと思いましたが、クォーターバック起点を利かせてここは投げ捨てる形でパス失敗としました。したがって元の地点に戻る形になります。少なくともロスを回避するナイス判断でした。現在負傷者が発生したことによるレフェリータイムアウトが取られています。のぞみ様メッセージありがとうございます。ベアーズの応援メッセージ、選手の方々にとってとっても心強いものでしょう。この配信は X3 ウエスト全13チームの合同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただけている方々を現在画面上にお名前を表示させていただいております。多くの方々のご賛同ありまして、この配信は実現できております。皆様ご賛同ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。この配信にあります説明概要欄のところにその申し込みになります URL を掲載しております。 X2 の配信も同様の形で行っておりますので、ぜひその意ある方がぜひこの企画にご賛同いただければ幸いに思います。 X2 に関しましては、この私道楽やりたがこの配信を担当させていただいております。個人でやっておりまして、また私自身の指示としてやっておりますので、その内容は至らない点が多々ありますが、できる限りそのご期待に応えられるようにと全力を尽くしたいと思います。さあレフェリータイムアウトを解けまして、エールズフォースダウン13の状況となります。フォーメーションを変えまして、エールズ相手陣深い位置にありますがパントフォーメーションを選択しました。ボールオンは相手陣31ヤード、ここでホイッスル。レフリータイムアウト第3クォーターのウォーターブレイクタイムアウト。失礼しました。ここでクロックが進んでおりまして5分を経過したところとなりました。審判団がこの段階でクォーターの半分に達したということでウォーターブレイクに入ります。
この企画は X3 ウエスト全13チームの協賛による合同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただけた多くの方々のお名前をこちらの方に列記させていただいております。皆様のご好意ありましてこの企画は実現しております。ご協賛ご協力ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。この配信にあります説明概要欄のところにその申し込みになります URL を掲載しております。こちらの方にその意ある方がご賛同いただけますことをご期待したいと思います。 X3 に関しましてはこの私道楽屋理茶がこの配信を受けたまわせていただきます。指示として私 の, 趣味としてやっていることではありますので、その至らない点は多々あるかと思いますが、できる限りその皆様のご期待に応えられるよう全力を尽くしたいと思います。さあ、まもなくレフリータイムアウトが解けます。試合再開となりまして、リードエフォートエールズフォースダウン13の状況に挑みます。フォーメーションはパントフォーメーションを選択しました。このパントは転がりがよくエンドゾーンに達してしまいました。タッチバックとなりまして、クラブベアーズ自陣20ヤードからの攻撃と変わります。レフリータイムアウト、プレイヤーの背番号の変更をお知らせします。リードエフォートエールズ5番のプレイヤーが、66番に変更です。ここでリードエフォートエールズに背番号変更があります。5番をつけておりました山下、背番号を66番に変更いたします。さあ、そして攻撃変わりまして、ベアーズの攻撃となります。自陣20ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでベアーズパスプレーからその攻撃を始めました。クォーターバック3番ドロップバックからワイドレシーバー姿勢タイトエンドの92倍のパスでしたが、このパスはタイミング合わずパス不成功に終わっています。ダウン進みましてセカンドダウンに変わります。クラブベアーズ自陣20ヤードからセカンドダウン10。さあ、今度はランプレイを展開しようとしましたが、これはエールズ54番が見事にアジャストし、ゲインはほとんどありません。むしろ約3ヤードロスとしています。見事なロスタックルを決めましたのはリードエフォートエールズ54番の中江、大阪電気通信大学出身のルーキープレイヤーです。エールズはその本部でありますリードエフォートそのものが地方の学生、そして末端にあります大学に対する就職支援活動に専従する会社でもあり、こういった無名の大学の選手を多く起用しています。さあ、ベアーズはランプレーを選択しました。しかしこれもエールズディフェンス集まりよく、攻撃権更新には至らせておりません。フォースダウンに変わります。結果的にエールズディフェンス陣の踏ん張りによりクラブベアーズの攻撃を3回で終わらせる形になりました。ベアーズはフォースダウンロングの状況ですので、パントフォーメーションを選択します。このパントはエールズ陣35ヤード付近でボールデッドとなりまして、この位置での攻守交代となります。今のサードダウンのランナー誰か分かんない。いやー、見れてないんですよ。
さあ攻守変わりまして今度はエールズの攻撃となります。ボールオンは自陣35ヤード、エールズファーストダウン10。さあここでランプレーを選択しました。キャリア24番に託しましたが、これをベアーズのディフェンス陣のチャージによって約3ヤードロス。見事なロスタックルを決めましたのはベアーズの44番ラインバッカー谷川、東海大学出身のプレーヤーです。さあベアーズ姿勢、エールズセカンドダウン12の状況に挑みます。ボールオンは自陣33ヤード。再びエールズはランプレーを選択しました。キャリア20番、今度はトスを受けて左オープンを突こうとしましたが、これもクラブベアーズ集まりよくかいくぐりましたが、ゲイン2ヤードにとどめています。エールズサーダウン10の状況となりましてのボールオン自陣35ヤードからの攻撃に入ります。抜けました、ナイスファーストランニングバック22番ハンドオフを受け、タックルをかいくぐるようにドロープレーを託されて、そのままビッグゲイ、大きく前進して攻撃権更新となりました。エールズファースト、見事なランプレーを決めましたのはリードオフェトエールズランニングバック22番山下、摂南大学出身。現在フィールド上ではレフリー負傷者発生によるレフリータイムアウトが取られています。見事なランを決めました山下ですが、先ほどのプレーで負傷をした模様です。さあしかしこれによって大きなチャンスを得たリードオフォートエールズ、生かすことができるでしょうか。ボールオンは相手陣35ヤードからのファーストダウン10。さあランプレーを続けます。抜けました、キャリア25番独走、そのままエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。山下の奮闘を受け継ぐかのようにキャリア24番ハンドオフ OK で左オフタックルを突き、そのままディフェンスを振り切って独走、エンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。リードイフォートエールズ6点獲得、見事なタッチダウンランを決めました。エールズランニングバック24番は小林、京都工芸繊維大学出身のプレーヤー。さあそしてトライフォーポイントに挑みます。フォーメーションはプレーを選択します。2ポイントコンバージョン、2点を狙いに行きます。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。リダイアムゲーム、リードエポート、ワード下がりまして、もう一回繰り返します。エールズにディレイオブザゲーム、遅延行為を働いたという反則がありました。オフェンスはその開始までに制限時間があります。この時間内に反則できない場合、5ヤードバッタイとなります。エールズ5ヤード下がってトライフォーポイントをやり直しです。
さあ先ほどはトライ4ポイントで2点を狙う選択をしました。この5ヤード下がった状況でも同じく狙うでしょうか。エールズやはりプレーをします。2ポイントコンバージョン2点を狙いに行きます。さあ選択肢はクォーターバック4番のランプレー。しかしこれはベアーズディフェンスがアジャストしプレーは失敗、6点止まり。リードエフォートエールズ20点、クラブベアーズ6点という形になりました。しかしその差14点、つまりタッチダウン2ポゼッション差という形になっております。この配信は X3 ウエスト全13チームの協賛企画によって実現しております。この企画にご賛同いただけた数々の方々のお名前を現在画面上に表記させていただいております。ご協力ご協賛ありがとうございます。この企画は現在も継続させていただいております。その申し込み欄をこの配信の説明欄、説明概要欄のところに URL という形で掲載しておりますので、その意ある方はぜひご賛同ご協力お願いしたいと思います。X3 に関しましてはこの配信を担当させていただいているのは私道楽屋リチャです。私事でやっておりますので至らない点は多々あります。できる限りそのご期待に応えられるよう全力を尽くしたいと思います。さあ試合は間もなく再開となります。先ほど得点を挙げたエールズがキックオフする形で再開となりますが、さあこの返しをベアーズできますでしょうか。さあリターンに入ります。さあ中央を展開しベアーズ陣30ヤードを超えたところでボールデッドとなりました。この位置からの攻撃となります。この間にコメントをいろいろいただいております、藤原孝道の、女様、ミスターロマネコンティ様、ピノ様、エールズのメッセージ、そしてベアーズの応援メッセージ、非常に嬉しく思います。各チーム現在も奮闘を続けております。ぜひこれからも応援およびご視聴メッセージをお願いしたいと思います。さあクラブベアーズこの差を埋められるかどうか、ここの攻撃に期待しましょう。自陣33ヤードの地点です。クラブベアーズファーストダウン10。さあここでクォーターバックが持っているがボールをファンブル、しかしそれは幸い自らベアーズの人間が抑えました。結果的に前進した格好となりまして、ベアーズファーストダウン更新となっています。ベアーズファーストダウン。ここで現在レフェリータイムアウトが取られています。先ほどのプレーで負傷者が発生した模様です。まずベアーズは得意のランプレーを今度はクォーターバックに託すという形でまず最初のプレーを投入しました。結果的にゲインとなっておりますが、この際に負傷者が発生したもようで現在試合は一旦中断しております。この配信は X3 ウエスト全13チームの合同の企画によって実現しております。その企画にご賛同いただけている方々のお名前を現在画面上に表記させていただいております。皆様のご好意そしてご協賛に非常にありがたく思っております。この企画は現在も継続させていただいております。その申し込み欄をこの動画配信の説明概要欄に URL という形で掲載させていただいておりますので、ぜひその意ある方はそのご企画にご賛同いただければ嬉しく思います。 X2、X3 とそれぞれの企画を立てておりますが、 X3 に関しましてはこの私道楽屋理社がその配信を担当させていただいております。私ごとでやっていることですので至らない点は多々ありますが、できる限り皆さんのご期待に応えられるように全力を尽くしたいと思います。試合は現時点第3クォーター残り時間37秒のところまで進んでおります。
得点はリードエフォートエールズ20点、クラブベアーズ6点、エールズが2タッチダウンのリードを保った状態となっています。この差を残り1クォーターの時間でベアーズが追いつけるかどうか、その状況を作り出すことができるかどうか注目の展開となっています。さあ、まもなくプレー再開となります。状況はベアーズ自陣46ヤードからファーストダウン10、ベアーズの攻撃となっております。さあ、この判定を待ちますが、審判のシグナルはパス失敗という判定になっています。クォーターバック3番がプレッシャーを浴びながら逃げ惑いつつ、なんとかサックをされまいとパスを前に投げ捨てたことが前パスの失敗という判定になりました。したがって交代はありません。元の地点に戻りますが、次のダウン、セカンドダウンに変わります。クラブベアーズ自陣46ヤードからセカンドダウン10。さあ、パスは通りました。取りましたレシーバー、キャッチアンドランでセカンドエフォートを使って約6ヤードのゲインと書いています。パスを取りましたのはクラブベアーズ89番の佐藤、大阪体育大学出身。第3クォーター終了です。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターを終わりまして、リードエフォートエールズ20点、クラブベアーズ6点。第3クォーターを終わりまして、攻守方向入れ替わり、これより試合の最終クォーター、第4クォーターに入ります。